皆さん毎度おおきに、ゆずきゆかりです。はい、どうも。プライムデーセールで購入した米が届かなくて餓死寸前のいたこです。というわけで大阪日帰り強行サークリング第2弾の開始です。前回は古本市場とハードオフ行きましたけど、今回も似たようなところに行くだけですね。リサイクルショップって大体似たり寄ったりやないですか。それを言うなよ。大阪のリサイクルショップ巡りってどこを回るかだいぶ迷いましたよね。事前に調べたらうんざりするくらいあって3ルートくらい作りましたからね。今回のルート以外では尼崎市から大阪市内回るルートも候補に入れてました。とある大阪の自転車チューバーの話だと、尼崎のリサイクルショップはすごいって話でしたからね。その流れで大阪市内行ってチャリショップ巡るルートです。まあそっち方面は涼しくなったらですね。とりあえずブックオフに向かって走ります。この正面に見える建物が箕面市役所ですけど、ここってつまり市の中心部ってことですよね。大阪の市役所とかどこもかしこも地獄の一丁目みたいな混沌とした試練が待ってると思ってたんですけど、意外と平和でしたよね。またお前の偏った偏見だな。窓ガラスには金網貼ってあって、壁には落書きあって、警察車両の市役所の周りをぐるっと囲ってるイメージでした。どんだけ混沌としてるんだよ、ヤクザの本拠地かよ。というわけでファーストステージのブックオフ着きました。ここは事前情報ではフィギュアが安いって書いてたんで、ちょっと期待してたんですよね。将来の町大阪の安いですからね。前回の古本市場基準なのかハードオフ基準なのかで変わってきますよ。ハードオフ基準で安いだったら私たち的には普通ぐらいですね。古本市場基準だったら私の勝ちでゆかりちゃんの負けです。知るかよ。ポケモンのぬいぐるみがモリモリ置いてました。ポケモンの墓場みたいに大量に置いてますね。ピカチュウの遺棄現場に遭遇した気分です。リサイクルショップイコールゴミ捨て場って考えてる人もいますからね。ここのポケモンたちは捨てられて、ゆかりちゃんの性格みたいな邪悪な怨念が取り付いてますよ。んなこと言ったらフィギュアも似たようなもんだろ。そんな邪悪な憑依したフィギュア見てました。邪悪なのがお前の方だろ。またとあるシリーズのフィギュアありました。口が若干悪いシスターのミニフィギュアですね。アニメに出てたシスターって大体頭おかしかった気がしますけどね。アニメでは杖的なやつを使って戦ってましたけど、死ぬほど厚底靴履いてそれで戦うのは無理だろって感じでした。ヘルシングでもそうでしたけど、バチカンの教会ってアタオカ集団として扱われてますよね。あと逸話のミニフィギュアもありましたね。この人って2期でも出てたらしいですけど、あんまり記憶にないですよね。3期ではまあまあ出てるらしいですけど、ドアルシリーズは全部見てないですし、この人がどういうキャラなのかは謎です。おっさんが見てたのレールガンの方でしたしね。まあこれ買ってさっさと3期見ろってことなんでしょうね。ヘブンズなんたらかんたらの玉のフィギュアありました。このキャラって前に福島の駿河屋で別なやつが300円で売ってましたね。ここでは500円でした。まさかのワンコインですよ。大阪でまさかこんな値段があるとは思いませんでしたね。駿河屋見ると買い取り900円って書いてるんですよね。大阪のブックオフ商売下手やんけってちょっと思いました。レトリーなガルパンのフィギュアありました。このフィギュアってガルパン出た初期の頃のフィギュアですね。初期の頃のフィギュアなんで、まだそこまで作るのに気合い入れた感じがありませんね。こんなもんやろ感がバリバリです。その割にはなぜか売ってるところ少なくて、あっても値段がまあまあ高いんですよね。まあこういう初期の頃に出たやつって見た目云々よりコレクターアイテムって感じですからね。あの写真ボックスでさえプレミアついてるんで、これも買っておけばそのうちもっと値段上がるんじゃないですか。そういう下心で買って結局捨てたやつ何個もあるだろう。そんでまたとあるフィギュアありました。なんか大阪来てからとあるシリーズめっちゃ見かけますね。大阪人はとあるシリーズが大好きなんですよ。しかもこれも500円でした。駿河屋だと買い取りで600円ですからね。大阪なのに激アツブックオフやんけって感じです。大阪で熱いのは鉄板焼きだけだと思ったのにすごいですね。ちなみに奥の方には三坂のスクミスフィギュアあって、これも700円とか書いてました。三坂のフィギュアはいっぱいありますけど、射程の方はいませんでしたね。黒子を射程っていうのこいつだけだろ。桜ミクの箱がひしゃげたフィギュアありましたけど、ひしゃげてるだけで 40% オフとか書いてました。この桜ミクも駿河屋で2800円とかするのに、1400円の 40% オフで買えるんですね。箱が若干ひしゃげてますけど、未開封なのに900円ぐらいで買えちゃいますよ。と言ってもミクフィギュアはよく買えますけど、桜ミクって実は持ってないんですよね。桜ミクってあんまりミク感ないやんけって思って、安くても進んで買おうと思わなかったんですよね。安いですし、お土産にこれ買うのも良さそうですね。また懐かしいのでワーキングのフィギュアありました。ワーキングは1期は見ましたけど、2期は見てないですね。とあるアニメもそうですけど、こいつ途中から見なくなるんだな。ワーキング見てた理由も、店長の中の人がカテチナさんとか、あたしんちのお母さんと同じだから見てたってだけですからね。理由が微妙すぎるだろ。こいつはどういうキャラでしたっけ。ツンデレだったような、腰に刀引っ下げてたような、忘れました。アニメ見ててこいつが一番嫌いだなって思いながら見てた記憶しかないです。ろくな思い出ねえじゃねえか。もう一個ワーキングのフィギュアありました。アニメ嫌いだったのに目ざとく見つけるんだな。別にワーキングのアニメが嫌いだったわけではないです。これ最初見たときトプラ先輩だよな、なんか違くねって思いながら見てました。後でワーキングのキャラページ見たら、刀なずなとかいう知らないキャラでした。知らないキャラではねえだろ、こいつの記憶が欠落してんだろ。350円なんで買ってもいいですけど、ワーキングはアニメそんなに好きじゃなかったんで今回は見送ります。
何秒か前にアニメは嫌いじゃないとかこいつ言ってなかったか。ここのブックオフでちょっとびっくりしたんですけど、めちゃくちゃ大量にびっくりマンシールあったんですよね。おっさんもまあまあびっくりマンシール持ってますけど圧倒的ですね。一応数百枚単位で持ってるつもりでしたけど、見たことないシールの方が多くてまだまだやなって感じです。昔は50円でびっくりマンチョコ買えましたけど、今ではシールだけで100円とかするんですね。今思うと50円でもあれでちゃんと利益出てたんですね。当時は一度20個とか20個買って、お菓子は冷凍保存してちまちま食ってました。買いすぎて朝食代わりに砕いて牛乳かけて食ったりしてましたね。大阪ブックオフも安いのいろいろありましたね。大阪は場所によってはちゃんと安いところもあるんやなって感じですね。そんでガールシリーズのフィギュアが多めにあって、大阪も悪くないやんけって気持ちになりつつありました。前にも言いましたけど、こいつ引っ越ししたくて下見代わりに各地を巡ってるんですよね。大阪は下見というより単純に行きたいって思ってきましたけど、引っ越し候補に入りそうですよ。今のところ候補トップに入ってるのは宇都宮と高崎か前橋です。宇都宮は何度も行ってますけど、高崎前橋は行ったことないんですよね。今年中にその2カ所も行ってみたいですね。休憩がてら大阪地元のスーパーに寄り道です。地味にこういう地元のスーパー寄るのって好きなんですよね。地元の惣菜コーナーとか見てると見たことないやつがいっぱいあって面白いんですよね。旅行好きな人ならこの気持ちわかるんじゃないでしょうか。ポカリスエット買ってきましたけど、スーパーは見てるとやっぱり面白いですね。冷蔵の餃子がいっぱいあって、大阪ってやっぱり餃子も好きなのかなって思いました。おっさんの近所のスーパーでは安い冷凍餃子しかありませんけど、さっきのスーパーは専門店が作ってるようなやつがいっぱいありましたね。普段こいつが食ってる餃子とか鼻で笑われそうなレベルでしたね。あとポカリの 700ml が158円で、1.5 リットルが178円だったのは今でも謎です。重くなるんで 700ml 買いましたけど、大阪人は商売上手やなって思いました。他にも見たことないメーカーのがいっぱいあって、リサイクルショップ並みに楽しみましたね。灼熱の中10キロぐらい走って次の古本市場着きました。ここは南茨城です。大阪にあるのは茨城で、関東にあるのは茨城です。漢字は微妙に違うのに読み方は同じで、何がなんやねんって感じですよ。ここの古本市場もサマーセールやってました。ここは Google マップのレビューで、この辺りの古本市場の中で一番フィギュアの数が多かったって書いてたんで、ちょっと期待してました。最初に行った古本市場よりいっぱいあるんやろなってこの時は期待してましたよね。そんで見てましたけど、フィギュアの数は最初に行ったところより少なかったですね。量的にはだいたい3分の1くらいの量しかありませんでしたね。そのレビューでは古本市場7カ所回って一番多いって書いてたんで、どこがやねんって感じですよ。まあこのおっさんの多いと一般人の多いの感覚の違いかもしれませんけどね。古本市場は場所によってフィギュアの量にかなり違いがありそうです。ちょっとすげえなって思ったのが、一番くじが大量にあったんですよね。しかもすごいのが、半年くらい前に出たくじも残ってて、半額とか半額以下とかで売られてたんですよね。知り合いにこういうの扱ってる人いるんですけど、その人曰く基本的にくじは残ったら値引きしないで送り返すそうですよ。ここは死ぬほど値引きして売ってました。ミクとかゆるキャンもあったんで見てみましたけど、この辺のはまだ出てから日が浅いんで値引きされてませんでしたね。何回か通ったら値引きしたタイミングで引けそうですね。ウマ娘のミニフィギュアありましたけど、ここは250円とか350円とか書いてました。私が買ったやつより50円も高いですよ。大勝利ですね。50円で大勝利ってかわいそうなやつだよな。このキャラはなんていう名前でしたっけね。ゲームはやってないですし、アニメは2期までしか見てないんで謎です。こいつウマ娘の曲しか聴いてませんからね。曲を聴いて服着たりとか好きになりました。マーベラスサンデーもいいですよね。元気な女の子が大好きです。発言が危ないやつだな。ミクグッズなんかねえかって見てたら、なんかありました。パズルガムとか書いてますけど、要するにパズルがメインで、ガムはついでに突っ込んだやつですよね。この手のガムって死ぬほど甘くて、一瞬で味がなくなるんですよね。300円って書いてますけど、雰囲気的に300円では買えない雰囲気ありますよ。多分何ぼか値下げしてるんでしょうね。パズルは昔よく作ってましたけど、最近は全く見かけなくなりましたね。1000ピースとか2000ピースってマジで巨大になりますからね。56ピースぐらいがちょうどいいんだと思います。2階も行ってみましたけど、2階は大量に本が置いてありました。2階は全部本で埋め尽くされて、ここが本がメインなんだろうなって思いましたね。まあ一応店の名前が古本市場ですしね。この青いボックスの中にも本がぎっしり入ってました。パッと見100円コーナーが結構あったんで、探したらなんかありそうな雰囲気はありましたね。ワンチャン同人誌もないかなって思いましたけど、さすがに同人誌はありませんでした。自転車あるあるですけど、太陽に低温調理されてたので、日陰で信号待ちしてました。曇り予報とかもうこの時点で幻想になりましたね。さっきの古本市場からここまで来るのに、ローストビーフぐらいなら作れるんじゃねえかって思いました。ちなみに次は毎度おなじみトレジャーファクトリー行きます。大阪にもトレファクあるとは思いませんでしたよね。トレファクは福島でだいぶお世話になってますからね。大阪のトレファクはどんなもんなのか気になったので、ルートに入れてきました。
この上に見えてるのが大阪モノレールの線路で、ちょうど走ってきてるのが見えますね。そんなことよりこのおっさんはどこを走ってるんですかね。この辺は Google マップで変なルート作られたんで、適当に走ってたら若干迷ってるところです。大阪は謎ルートがあって迷宮ですよ。ここの信号を渡っていくんですけど、太陽に照りつけられるので日陰にピットインします。こういうちょっとした日陰でも体力の減りって変わりますからね。日陰があったらとにかく避難です。日陰にいても灼熱でしたけどね。ここの高架橋の下は大阪の闇の部分を感じました。ゴミが死ぬほど落ちてて、これが大阪の真の姿なのかって思いましたね。ゆかりちゃんの部屋より汚れてます。謎な水が溜まってますし、ここに落ちたら変な病気になりますよ。ぶっちゃけ大阪の川沿いも少し走りましたけど、大阪の川が今まで見てきた中で一番汚かったですよね。そんでトレハクの看板見えてきました。見慣れた看板見ると安心しますね。福島のトレハクは結構いいものありますけど、大阪のトレハクはどうでしょうね。一応チャリがちょろっと置いてありましたけど、めぼしいやつは特にないですね。チャリはその辺のリサイクルショップと同じでしたね。とりあえずそれっぽいのが置いてあります。一瞬ダホンあるやんって思いましたけど、20インチでかなり古かったです。店内にジオスのミストラルが1台だけありましたね。それっぽいチャリはこれだけでしたね。お値段もまあこんなもんか、感がバリバリです。私たち的には外にあったチャリと似たようなもんって感じですけど、店的には高級自転車って扱いなので店内に入れてるんですかね。 GoPro 10が2万円って書いてて、これはちょっと安いなって思いました。おっさんが買った時は8が3万5000円でしたけど、今はこんなもんで買えるんですね。そろそろ8から買い替えしたいんですけど、ぶっちゃけ GoPro って信頼性皆無なんで、 GoPro 以外がいいんですよね。とにかく熱に強いやつがいいですよね。気がつくと毎度勝手に止まってますからね。そんでフィギュアもちょっと微妙でした。数もそんなにありませんし、お値段も普通ぐらいでしたね。福島のトレハクと比べると残念感がバリバリです。福島だと自転車も結構置いてますしね。ドアルシリーズのフィギュアも1個もありませんでした。というわけで今回の動画はここまでです。今回の動画ではハードオフどこにも寄りませんでしたね。まあ今回のルートだとハードオフ3カ所しか入ってませんからね。大阪の各地に散らばってるので、1カ所1カ所が微妙に遠いんです。半分ぐらい回ったところで大阪を日帰りできたのはちょっともったいなかったなって思いましたし、思ったより面白いものが多くて回りがいがありますね。